ハラペコアオム氏はアメリカ合衆国の絵本作家エリック・カールが1969年に出版した幼児向け絵本アメリカグラフィックアート協会賞を受賞鮮やかで大胆な色使いの絵と穴の開いた四角形本という個性的なアイデアシンプルでわかりやすいストーリーから全世界で累計5500万部を販売するベストセラーとなった 70以上の言語に翻訳されており、日本では1976年に森久主役で改正者より発売されている、モンシロチョウの幼虫。俗に言う青虫。暖かな日曜日の朝に卵から生まれたちっぽけな青虫はとても腹ペコだった。食べ物を探しに出た青虫は、月曜日にはリンゴを一つ、火曜日には梨を二つ平らげて、少しずつ成長していく。 それでも、まだまだ腹ペコだった青虫は、水曜日にスモモを3つ、木曜日にはイチゴを4つ、金曜日にオレンジを5つ食べ続けていく。土曜日には食べ過ぎて、お腹を壊してしまうが、その後、綺麗な緑の葉を食べたことで回復して元気になる。様々な食べ物を食べた青虫は、すっかり太っちょになり、やがてサナギになり何日もひたすら眠りにつく。そして最後には、 それは、美しい蝶へと変身する。いわゆる仕掛け本で食べた箇所は、穴が開いている。この部分は、幼児が指を入れても破れにくいように、丈夫な厚紙で作られている。穴あけパンチで紙に穴を開けているとき、虫が本を食べるという絵本のアイデアを思いついた。1969年に、アメリカで、初めて発売されたバンを印刷、生版したのは、日本の会社だった。 当時穴を開けたりページを小さく切った、四角絵本はコストがかかるため、アメリカでは引き受ける会社が見つからなかった。そこで担当編集者が日本の会社を見つけてきたという。現在、ハラペコアオムシは日本国内に問わず、世界各国において特に幼児に読まれている。カールは1985年に初期の絵本、ハラペコアオムシの絵をすべて書き直した。 現在で今わっている絵本の多くは、その新しい原画を元に作り直した改訂審判である。日本では、1976年上半、通常版のほかボードブック版やビッグブック版が発売されている。2007年9月時点で、日本では、通常の絵本版は290万冊、ボードブック版は93万冊が発行されていた。 2018年現在では、発行部数は、通常の絵本版は399万部、ボードブック版は239万部に伸びている。また、オリコン週間、本ランキングでは、ボードブック版が2008年4月から2017年11月13日付の、集計で100.2万部を記録した。同ランキングでの最高位は、書籍総合部門で101位であり、 総合100位圏内に一度もランクインせず100万部を突破することになった。公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構主催の幼稚園絵本大賞では第1回と第2回で大賞を2年連続で受賞した。日本では2006年にコスモマーチャンダイズイングが商品化権を獲得。日本では関連商品としてランチプレートや マグカップ、お茶碗、スプーンフォーク、トランプ、ペンスタンドなどが販売されている。さらに、塗り絵本、私だけの腹ペコアオムシも発売されており、当該絵本は、カールの説明の横に、色を塗った人として、自分の説明も書ける。長らく、キャラクター商品では、絵本と同じ図柄しか使用できず、背景も白地に限られるという制約があった。 コスモマーチャンダイズイングが著作権元のエリック・カール・スタジオと交渉を重ねた結果絵本以外のデザイン絵本とは異なる色合いなどの商品化が全世界で認められるようになりそれまでデザインされていなかった青虫以外の果物植物などの図柄も制作された2014年にはハローキティとコラボレートした衣料品をイオングループ限定で販売したハラペコアオムシが 他のキャラクターとコラボレートするのは、これが世界初である。また、2015年には、ハローキッティとのコラボレーション商品をサンリオから発売した。ハラペコアオムシは、日本語を含む60以上の言語で出版されている。以下の表は、エリック・カール公式ホームページなどを参考に、作成したものである。ありがとうございます。